はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もスプラトゥーン3やっていきます。よろしくお願いします。二つ目の島に入りまして、ぼちぼちやっております。どれで行くか、まあ、普通のやつでとりあえず行ってみましょうか。で、クリアできたら別のやつでっていう感じでね。とりあえずまだまだ練習しないといけません。ランクマッチも、一応やってみたんだよ。一応やってみた。で、ランク2までは上げたんだけども、やっぱ難しいね。なんかみんなね、いろんな装備を使ってて、なかなかついていけてない感じです。やっぱり強い自分専用のね、武器っていうのを持ってれば、だいぶ違ってくるのかな。ちょっとね、とにかく難しい。本当に。これ、どうするんだ、これ。もう背中に回り込めって言われるけど、ちょっと難しいよ。どうやって回り込むんだ？あ、なるほど。これ、隠れながら、背中を取るんだな。しゃあ、難しい。これは難しいかい？いや、今のはズルだな。いや、ああいうのも簡単に、やってのけるんだろうね、上手い人は。いや、むずいよ、むずいよ。なんかガトリング持ってるやつがいる。ちょっとこれ危なくない？こいつはボムでいく？ボムを投げ込むか。いけ。何、縦になってくれるの？そういう使い方もあり？よく分かんなかったけども、いきましょう。おい、待って待って、なんか狙われてる。なんか狙ってるやつがいたっしょ。ん？あ、違う。あー、なるほどね。こういうこと。しゃ。でも近くに寄ればね、スナイパーライフルは弱いよね。あぶね。ナイス。とにかくまあ、被弾が多いから、極力。これ上どうやってすんの？あー、この武器じゃ無理なのか。うん、ちょっとこの武器じゃちょっと無理なのか。 OK、 まあクリアしましょう。新しい武器欲しい。めちゃくちゃ新しい武器が欲しいよ。お、あった。もう一個発見です。ではここ行ってみましょう。武器違うやついこうか。これでいこうか。デュアルスイーパースプラッシュ。なるほどね。ああ、これは連射力があって、強そうね。まあまあ、ただ、インクの減りは早そうだけどね。でも強そう。めちゃ強そうじゃん、これ。ああ、なるほどね。これ、ちょっと、ああ、強い。威力高っ。全然違うじゃん、威力が。はい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 。お、なんだ、どうやんのこれ。ええ、これボムも無理だし。え、これどう、ジャイロ必須？ちょっと待って、これ、え、どうやって上向くのこれ。これダメだ、完全に積んだ。これコントローラーないとできないわ。これは無理だ。いやー、コントローラーのせいでできないっていうのは結構ショックだな。とりあえず上に行け。あ、ここにもあるわ。行ってみよう。使ったことないやつ行きましょう。あ、筆。これ行ってみよう。おお。あ、なるほどね。あの、ローラーみたいな感じか。はい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 。強いのかい？あー、でも確かにこれ、だいぶまき散らすね。横には広いけど、縦にはあんまり広くないんだな。これで
聞いていくこともできるか。あー、なるほどね。これはなかなか難しいんじゃないの。あれ、これどうするの。お、行き方がわかんない。まあいいや、なんとして行ってみましょう。え、これどうすんだこれ。あ、こういうことか。なるほどね、そういうこと。押しっぱなし、わかった。これ倒し方難しいよね。いや、え、え、あー、どうなの。これだったらローラー使った方がいいのかな。どうなんだろうな。まあこれにも良し悪しあるだろうけどね。 OK、 最終チェックポイントじゃない、まだある。どうするんだこれ。ああ、なるほど、この上に乗れってことね。いきまーす。消えたりしないよね。ちょっと待って、え、どうすんのこれ。え、壊れない。ああ、壊れた。何だったんだ。ちょっと待って、難しくないかこれ。おー、危ねえ。え、お、これどういうこと。あ、 OK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 。なるほど、これで、ね、どんどん出せっつうことね。オッケー、いけたいけたいけた。いや、でもこれじゃ届かない。もうちょいや。え、これでいけってこと。そう、いけたー。鍵がない、あそこか。よし、鍵ゲット。よし、いけたー。もうちょっと続くのかい。長いね。あ、でもあとは敵と戦っていくだけ。あー、いかん。わお、わっ、危ない。難しいこの武器。スナイパーライフルがある。危ない。ダメか、これでいけ。しゃあ、え、ここはどうすんのこれ。ああー、はい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 、なるほど、こういうことか。わかった。よし、待って待って待って、いっけ、終わりー。なるほど、今のがヘビブロックってやつね。わかりました。まあ、とりあえずまたねやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。